にちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。今日は5月13日、カクテルの日です。カクテルの日、この日がまず制定された、きっかけですが、1806年5月6日のアメリカの週刊新聞に初めて、カクテルという単語が載りました。それに問い合わせが殺到し、カクテルって何ですかといっぱい質問が来たため、翌週の5月13日の新聞に、カクテルの定義というのが初めて掲載されたそうです。そのレシピですが、まずジン、それから、お砂糖、シュガーシロップ用意してます。そしてビター、これがどんなビターを使われていたかまではちょっと調べきれていないのですが、これらを、水割りにして飲む、当時としてはとても画期的な飲み物だったそうです。1806年ということはまだ製氷機が発明されていません。カクテルというのは、温かいかもしくは常温で飲まれていたのです。今は製氷機が発明されてまだ150、60年ですが、冷たいカクテルが主流となっていますが、当時は冷たい飲み物というのはほとんど庶民の口には入らなかったのですね。ちょっと再現したいと思います。まず、スピリッツとなっていますが、今日はちょっとジンでやってみたいと思います。ジンはもうすでに、生まれていましたね。こちらに、お砂糖、シュガーシロップ、そしてビター、こちらをちょっと、ステアします。はい、これらを、はい、ミネラルウォーター、お水で割ります。完成です。当時としてはとても刺激的な飲み物で、あったということです。5月13日カクテルの日、例年ですといろんなイベントが開催されていると思います。5月13日、皆さんどうぞご自宅で召し上がってみてください。